れ様でした。お疲れ様でございました。2つどもえ事件簿その11でございます。2桁いってるんや、いつの間にか。そうです、早いですね。まだ11やけど、はい、今日のお相手は3月の3日、ひな祭りです。ということはつまり、はい、劇団新キャのご機嫌おじさん、和歌山が生んだ色黒男、丸山さき、ハッピーバースデ ー、イエーイ。丸山さん見てる？丸山さん肩書きが投げ稽古場にいません。そう、ちょっとね、丸山さん今日はイカスケの人なんですけども、丸山さんにあの業務連絡をした後に LINE で、はい、誕生日やと思って、あの誕生日のケーキのスタンプポンって言ったら、はい、ついでかいって、はい、すいませんって思いましたので今言いました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、最年長ね。まあ、はい、あの我々は一歩その頃2つの前で今稽古してまして、そうです、はい、事件もな、今日でもいっぱい事件あったね、言えんけど事件ある意味事件、あ、ポジティブな、はい、そうそう、楽しかった。事件というか、うん、なんというか、そのだいぶ大きな、うんうん、なんでしょうな、なんでしょうな、一個の象徴がね、うん、あ、そう、うん、視覚効果ですわ、はい、見た目で、まあ、演出です、演出、うん、とある演出が面白いですね、これは。実験をしまして、うん、あのこれは面白くなるぞという確信を得て、これはほんまにめちゃくちゃ面白かった、うん、稽古場のこの普通の明るさ、フローリングの床、うん、で稽古着の人たち、うん、でこんだけ楽しいってことは、うん、で美術、音声、衣装、本番やばくなりますよね、もっとね、もうガッテンってなるこういう世界ね、うん、みたいな、うん、一瞬みんな見ながら、あ、面白い、あ、面白い、そうやりながら、面白いね、やってる方も面白いから、面白かった、そう、見てても面白い、白っ、やっても面白い、ね、ちょっとこれはお客さんもなんか一個いい情報になりそうな気が、いや、本当にそう、5歳の神楽でやってた何よりも大きな仕掛けと言っても過言ではないのだろうかと思いますよ ね何してね、舞台美術が、うん、建造物なんですよ、何とは言いませんけど、うんうん、そうですね、建造物がちょっと立つので、はい、ちょっとね、うん、始まった瞬間にすごいね、迫力、そう、それそれ、うん、そこで戦うんかいですよ、ほんまにあの多分皆さん言っていいって言ったらみんな言うと思うの、そこで戦うんかいって、うん、そんなことがみたいな、言うな、そっからほんでそれ出てくるんかい、そうそう、それ出てくるんかい、そういうことやっちゃうんかいみたいな、うん、言えないけどな、まだちょっと言えないんで、ね、早く言いたいな、うん、早く4月6日後編かな、いやもう早いまだ3月入ったとこそれで困んねんけど、まだ稽古11回しかしてない、ね、タイムタイムってなんねんけどそこでもあと1ヶ月ぐらいですね、そう、1ヶ月ぐらいですよ、ですよ、わー、はいや、ここは、はいや、ここは綺麗なね、そうですよ、アルビト神は長谷川の演上へご視聴いただきまして、ありがとうございました、ありがとうございました。12月の24日にやったやつの収録分やったんですけど、まあ実質2ヶ月じゃないですか、そうですね、半年は経ったよ、いや、めちゃくちゃ懐かしいか懐かしいと思って半年経ってるな、懐かしいと思って見て、いや2ヶ月前ってなる、いや半年経ってる、いや、あのね、半年経ってるよね、体感的には完全に経ってたね、え、皆さん衣装とか着てきてくださったりとか、ね、いや、嬉しかったな、ね、そう、なんか思ってたより、あの長谷川の応援上映会っぽくなって、いや、あのシンゴジラとかのぽい、うん、と思って、うん、何がぽいかはもう分からへんけど、そう、嬉しかったです、あんなに、まあ、もう自分もそんな、うん、わーってなるんやっていうぐらい、うん、いや、そうなっちゃった、なんかなっちゃった、一番面白かったは、一撃屋の人たちこう明日ってみたいな、前日も打ち合わせで、あ、分かりました、じゃあこういう段階で、はい、はい、みたいな感じだったのに、うん、いざ来て、あの映画館のシアターの入り口の横のスクリーンに一撃アラビとか見上映会って書いてたら、はい、うわ、写真撮ろうぜ、写真撮ろうぜってなって、やばい、全然中に入ってこうへんっていうのが舞い上がってたな、めちゃ面白かった、いや、すげえすげえ、そうそう、うわ、映画やばい、映画やばいねとか言って、広いってテンション上がる、あれは、そうそうそう、あれはね、めっちゃ面白かったです、最高に楽しかったです、ね、即湧くっていう、そう、ここでやんのみたいな、そうだよって、ぜひ仕方な、第2弾、やりたい、やりたい、本当に、イオンシネマ大道の方がぜひって言ってくださったんで、もう現地取ったなと思って、なんかむっちゃ、なんかだって言ったらさ、変なパターンの使い方やと思う、うん、なんかどういうことに使うんですかって聞いた、その企業の説明会であれにパワーポイント移したりとか、うん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 、
なんかあのサプライズ、はい、貸し切りっていう手やけど、あのお客さん仕込んどいて、うん、ポーズとかに使ったりするらしい。へー、めっちゃ楽しそうね。そうそうそう、そんなもんね。多分普通に小劇場であれをやることあんまないので。ないですね、聞いたことないし。どうしよう、なんか惹かれたらと思ってて、うん、なんかそういう文化あるんだ、へーってなったらどうしよう、うん、思ってたら、うん、終わって帰りがけにタタタタってスタッフの方が来てくれて、あの支配人が見てたらしくて、あの谷田もぜひって言ってたんだ、あのまた、めっちゃありがたい。もうね、嬉しかった、打ち取りました。やりたいなと思っております。いろいろ反省点もあるし、次はこれやりたいっていうのもね、思いついたりもしたんで、うん、そうね、やっぱセリフないと気兼ねなく言いそうね。なんかあの今のセリフ潰さんとってよみたいに言われるから、ね、向いてるかもしれない。そうそう、めっちゃええなと思いました。思ってることを言うだけの時間みたいになったけどね。私もあのね、あれ最高やった。本当にあんな綺麗にライトアップされてめちゃくちゃ恥ずかしかった。藤島まさかそんなことになると思ってなくて、しかも見てみたらまあまあ目立つし、いやそう、思ったより長いし、長かった。多分初見のお客さんは何が何やるんでしょうね。そうですよね。藤島って誰、藤島さんって誰、誰かっていう、どうぞね、楽しかったな。みんなね、スクリーンででっかく見るとなんか見慣れた映像であるはずやのに、うん、結構真剣にこう見て、いやほんまにこの深いところとかがめっちゃよく見えるので、そうそうそう、知らなかった表情とか見れましたよね。舞台の一列目で見ててもこんなにこんな細かいところはっきり見えるんじゃないかっていうところまで見えるんで、うん、すごい良かった。めっちゃ良かったですね、うん、いろんな作品でやろうと思いました、ね、これはもう絶対ね、うん、やりたい、やりたいな。いやほんまにやりたいと思いました、うん、私は思いました。やりましょうよ、はい、はい、そうですね、二、はい、ね、つとも次元簿なんで、二つともの話そんなね、二つともはね、うん、映像化しませんのでね。そうですよ、そう、そうですね、こういう舞台ね、次のあれがあるという可能性も、ね、うんうん、そうですよ。でないですから、うん、やっぱりそのまま映像化しないですけど、うん、なんかもっと映像化とかしてほしかったとか、うん、じゃあいっそ上映会みたいなお声もお客さんがこう実際に劇場に来て、うん、アンケートとかにね書いてくれて、お声が集まらないとうちとしても、はい、あれなんですよ、そのお客さんの要望の声がこんだけあるんで、はい、まあ、上映会ぐらいはいいですかって言えないところもあってうん、うん、誰もねやっぱ期待されてないとそういうのはできないものなの で、 そうです、ね、勝ったらね、あの劇場で生で見て、それはそれとして見て、アンケートにこれもね映像ね上映会とかやってほしいなみたいな一筆書いてもらえたら、その枚数をこう数えてあのいろんな大人の事情のところに、あの何分の何の方があのやれと書いてますがどうですかって持っていくことはできますね。うん、そうですね。よかったですね。お客様の声が一番力になる。ちょっと共犯者にやっていただけたらなと思いますので ね実際に ABC ホールに来て、ね、見て、ま、面白かったら、そしてもう一回見たいなと思ったら、あの映画館でやってよって書いてほしいなと私は思います。はい、私も思います。私も思います。はい、みんな思ってます。完売しちゃったんですけど、ね、それ以外の回はあのまだ潤沢に。あります。潤沢にございます。あります。あります。ぜひ、皆さんまだ見れます。ね、後ろの方も。そう、なんせ建造物が今回あるので、そう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 、前と後ろでは多分ね、見え方が違うね。また違いますね。後ろの人にしか見えないものもあるので、前方席、後方席でぜひぜひ2回見れたらね、そうですね、余すところなく見れるんじゃなかろうかと思います。どの角度からも楽しんでいただきたいですね。はい、感じでよろしいか。いいお時間です。以上。ありがとうございます。それでは、書店心でお開き。お開きですね。また来週。はい、そうですね。さよなら。